どうもワイニーでーす。第3回目となりますが、ようやくコツをつかんできたと言いますか、時間かかりそうなんで、攻略サイトを見させていただきました。見ながらクリアしていくとスムーズにいくと思いますんで、見どころをもっと作れると思います。前置きは一回行きましょうか。ちなみにですね、前回は魔法の鍵をね求めてさまよっているところで終わりました。よっ、行きましょう。現状ですね、今城にラタトーム城にいて、これから、ある、岩山の洞窟っていうところね行く。そしてそこで宝箱を回収するのが目的でございます。実はですね、この動画を撮る間にですね、レベル上げ等をね行っておりました。はい、セゴイかな、レベル上げやっておりました。で、前回はね確かレベル5とかだったと思うんですけど、今レベル9になってます。結構頑張って上げました。はい、強さはこのような形です。はい、なかなかね攻撃力もアップして、ある程度お金も貯めてですね、武器や防具もある程度揃えました。こいつなんかね、僕やられまくってたわけですよ。全滅させられたわけですよ昔は。それをねこうも簡単にやっつけられるとね、こういうところがね、RPG の醍醐味でございます。醍醐味でございます。結構ね、魔法も覚えましたよ。まだね、ルーラとかそんなのはないですけどね、ドラクエ1にルーラが存在するのかどうかちょっと動かないですけど、ホイミューがレミーラってこう松明の代わりになるやつですね。強さこれね、ほらギラ、ラリホね、その辺も覚えました。ラリホって結構使えるんだなっていうね、見つけました。こちら岩山の洞窟でございます。入りまーす。ここは洞窟、敵は出るんですよ。まあ敵出ますね。結構まあそれなりに強めの敵が出てくるんですけれども、まあ、しっかりレベル上げしてあるので問題ないですよ。なんか新しい敵出ました。メーターとかいうの一撃でしたね。ちょっとね下の方に宝箱があったんで、そちらの方へ向かいたいと思います。特にねこの、なんていうんですかね、クリアしなくてもいいようなところなんですけれども、でストーリーと特に関係のないところですがね、やはり、手に入れれるものはね手に入れておきたいです。ほらこれで宝箱まず一つ目発見。333ゴールすごいですね。335ゴールドいただきました。まだね MP を使用していないので、余裕です。ただね敵とのエンカウント率が高すぎるんで、これがねとりあえず335ゴールドだけですもんね。今のこう戦歴というか戦績は、行き止まり多いわ、敵は多いわで、ね、ドラクエという感じがしていってね、なんだかんだヒットポイント減ってきてるぞ。これ大丈夫、チリも積もれば山となるですね。ダメージが積もってきております。あ、見つけましたよ。階段を見つけました。ここいらでね薬草を一つ使っておこうと思います。よし、宝箱を回収するだけでございます。はい、あおー、あ、来た。バイコスね、こいつもね結構強烈なんですよ。なのでいつもねラリンホでね眠らして、大丈夫か、ドラキーマンも大丈夫か、なんとか一撃で倒すことが可能です。一撃で倒せなかった。ギラをやられると痛いんだよ君。あ、なんか変なの出てきましたね。この人次ギラ、ベギラゴン、鉄の盾。イエーイ、戦士の指輪だよ。なんかもう明らかにこう怪しい感じの銅像があるんですけど、なんとかねこの洞窟だけでもクリアしたいんですけど。力の種、宝箱を取ろうと窓ついてると骸骨が出てきました。ちくしょう。よし、何かを捨てますかって、捨てますよ。その何捨てますか、布の服もいらないですよ。捨てますよ。使っちゃう、 MP 増えたやりましたね。
MP が増えるのはすごい嬉しいです。ここのねダンジョンの目的は宝箱の回収なんですけど、一応これで、全てを果たしたことにはなります。あとねダンジョンを出るだけなんでね、ドロルドロルドロル、もう出るだけでねこのダンジョン終わりなんですけどね、なかなかね出してくれません。よし出るぞ。宝箱はね計7つありましたね。お金が2つ入ってたのと、で松明が1つあったね、で鉄の盾が入っていて、あと、力の種と不思議な木の実と戦士の指輪ですね。で力の種と不思議な木の実は MP と力を上げるやつなんで早速使ったんですけれども、鉄の盾もで早速装備します。どっかの町で売ってたと思うんですけど、であとね、戦士の指輪っていうのがゲットしたんですけど、こちらがね、どのような効力を、見出してくれるのかっていうところがね見どころでございますけれども、戦士の指輪と ようやく出口にたどり着きました。はい、以上だ、出てまいりました。これでようやく、外に出てきたんですけれども、これで一旦ね、今回ねここまでということでね、帰るのに一応体力の回復だけしといてですね、はい、というわけで今回はここまででございます。頑張ります、チャオ。はい、というわけでねドラクエ実況動画、3つ目パート3、お送りいたしましたが、第4回をね期待していただいてですね、またよかったらご覧ください。ではエンディング参ります。キュイーンチャンネル登録、こちら第1回実況、こちら第2回実況貼っときます。よかったら時間のある方はね、ちょっと長い動画になってますんで、よかったらご覧ください。よろしくお願いいたします。今後ともねこのような実況動画はね、いろんなゲームでやっていきたいと思っております。なるべくねお金のかからないようなゲームどうしましょうか。パズドラもやろう、やってるって言ったらちょっと遅いような気もするし、あのミクシーがやってるモンスターストライクかなんかいうのもやったらいいかななんて思ってるんですよ。はい、ではじゃあね、じゃあのー、じゃあね、以上、お疲れ様です。それでは次の動画でお会いしましょう。